はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト金田翔司です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいはい、本日も金村チャンネルやってまいりました。大変久々です。はい、最近サボっておりました。はい、本日、サンパウロ、まあ、晴れてるんですけど、まあ、だんだん冬になってきてるんで肌寒い感じになってますね。僕部屋の中にいるんですけどダウン着てます。結構部屋の中の方が、寒いですね。はい、僕が YouTube 初めてですね。もうそろそろ1年ぐらい経つんですけど、なかなかあれですね、登録者数の方増えないですねまあ僕のちょっとチャンネル、まああのなんていうんですかね、ちょっと中身がなさすぎるのが、ちょっとインパクトがなさすぎるのが、チャンネル登録者数の方、あんまり、伸びてないですね。はい、でもまああんまり気にせず、地道にしこしこやっていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、あとはですね、概要欄の方にですね、僕のインスタグラムと、ツイッターのリンクの方もあるので、もしよかったらそっちの方もチェックしてみてください。インスタグラムの方はですね、結構僕が演奏してる動画の方載せてるので、また違う感じで楽しんでもらえるかなと思います。はい、今回の動画はですね、まだまだ近所の、公園の方に行ってみました。はい、この前の動画ではですね、まあ、近所散歩というか、まあ、公園を紹介させてもらったんですけど、今回はですね、この前の、土曜日曜にその公園に行ったんですよ。でまあ僕があんまり土日には行かないです、その公園ね。平日いつも行って、そこで懸垂とかいろいろ遊具を使ってですね、筋トレの方をしてるんですけど、土日にあんまり行ったことなくてですね、でこの前日曜日行ったら、すごいなんか何ですか、フリーマーケットみたいなのがいっぱいあってですね、でその動画の方を今回お見せしたいと思います。はい、では、早速行ってみましょう。
サブシャプラーの